重要文化財50棟本堂大日如来像。高章寺は愛知県名古屋市昭和区矢事本,本町78にある新聞州系の寺院。包括団体は高野山新聞州。3号は矢事山。通称は矢事観音。本尊は大日如来。境内は本堂などがある西山府門院と奥野院がある東山返上院に分かれている。 名古屋市管理の交渉寺公園が隣接している。高野山において、工房大師のご古書を授かった、天髄園寺氏が1686年に草案を結び、1688年に創建。1688年、わり藩二代目、藩主、徳川光友の記憶を受け、矢後と山返上院、交渉立寺の事後を賜り、以来、尾張徳川家の祈願寺として繁栄し、 終わり高野とも称される。高野山真言宗の別格本山である。霊場としては、名古屋市観光協会の講演により、昭和30年頃には大名古屋十二市の恵み当時として、宇都市の守り本尊の文殊菩薩の霊場となり、1987年には、名古屋七福神の樹郎人の霊場になった。愛知県名古屋市昭和区八言本町782013年2月5日、 2012年に、ヤなどの長寿を、ハローワークなどで募った見習いに行わせていたことが、発覚。騙されたと憤りを表す家族側に対し、交渉寺側は、創籍がないものに任せたことについて、修行の一環で問題ないと反論している。寺では、修行期間が2年未満の見習い3人に、1人だけで、ヤをさせていた。 朝日新聞社が入手した内部資料では、元、見習い経験者は2012年1月から9月に、かけて少なくとも、計11回のツヤを任され、分からない作法は省略した、交渉時から、見習いという名と釘を刺された。遺体の枕元で鏡を挙げる枕行やツヤを一人で、担当したと打ち明けている。2014年1月、高野山新言集総本山、金剛法事が、 当時の住職を罷免したことが発覚。宗派内の懲罰などを決める審査委員会が開かれ、住職の罷免を決定した。今後、当時総務課は、住職は、交渉寺の財産である土地を勝手に売却し、宗教や宗教法人法に違反したと説明している。両寺院は、交渉寺が所有していた土地の売却をめぐり関係が悪化していた。それに伴い、 交渉時は2013年12月2日、本山から言われのないことに対して処分を下されることと非常に多額の霊録と呼ばれる金印を収めなければいけないとの通告を受けたことを理由に包括団体である高野さんとの関係を解消するとの広告を境内に掲示していた。しかし、同17日に一転して周波離脱を撤回し霊録を支払うとの 側面願いを本山に提出したものの、同年2月18日には、宗派離脱の撤回の撤回を、高野山新言宗に対して通知するなど、その方針をめぐって、寺内の混乱が伺える。なお、非免処分を受けたにもかかわらず元住職は未だ、住職だと名乗っており、それに対して、矢ご山高生寺の浄化を求める有志の会、尾張高野を守る。 男神との会など4団体は新住職の速やかな任命を求める4000人長の署名を本山に提出しており、寺院と段家の確執も伺える。A.B. 渡辺天音、上田真由美。創席内見習いが、津谷高渉寺派遣、知らぬ作法省略行き通る遺族。朝日新聞、長官、名古屋、P.1 キキクラ2ビジュアルにて閲覧、高生寺50等。愛知県。 2013年5月25日閲覧。ABC 四指定文化財。名古屋市。2013年5月25日閲覧。僧侶見習いが、津夜遺族憤害名古屋の寺、修行の一環から、朝日新聞デジタル。2013年2月5日。交渉時住職を非免僧本山混合ポージ。土地売却で対立中日新聞。2014年1月9日。 中外日報、2014年3月4日、ありがとうございます。